原爆の日ラジオ特集広島の復興の歩みを伝えたいカンボジア広島ハウス本当にありがとうございました。う去年11月カンボジアの首都プノンペンで。 ある建物の完成記念パーティーが開かれました広島ハウスです13年の歳月をかけて作られました長年の内戦で国が荒廃したカンボジアその復興の拠点にすることが目的です この広島ハウスの建設に中心的な役割を果たしてきた女性がいます3歳の時広島市で被爆した国近恵子さんです広島の場合は目に見えて伝えることができますよね原爆にあった時と今と私たちが復興した時のことを知らせることによって反省を含めたアドバイスができると思うんです。カンボジアの人が 自分の国を大切にしながら復興するというための足がかりにしてくださるような建物にできたら最高に幸せですね広島の復興の歩みを伝えることでカンボジアの人たちを励ましたい広島ハウスを通して活動する国近恵子さんを追いました 南アジア、カンボジアの首都プノンペン。人口予想100万人の都市です。インドシナ半島の南端に位置するカンボジアは、ベトナム、タイ、ラオスの3つの国に接する仏教の国です。広島から飛行機で6時間。1970年以降20年にわたって内戦が続き、多くの国民が犠牲になりました。 プノンペンの中心部にあるウナローム寺院、国民の9割以上が信仰する仏教の総本山です。ウナローム寺院の境内には大小さまざまな建物が建てられています。広島ハウスはその一角にあります。レンガとコンクリートを何層にも積み上げた4階建ての建物です。 広島ハウスの1階は作業所になっています金槌やのこぎり、旋盤などが用意され地元の人が工芸品などを作る技術を学ぶことができます広い階段を上って2階に入るとそこは100人ほどが集える広いホールがありますそのホールに面して8つの部屋があり 交流や勉強目的に来た人が泊まれるようになっています三階は展示室になっていてレンガの壁に写真や絵さまざまな資料を展示できるようになっています四階は子どもたちに読み書きを教える教室として利用できるスペースです1945年の8月6日に 広島に原子爆弾っていう本当にたった一つの爆弾で広島ハウス建設に中心的な役割を果たしてきた国近恵子さんです7月のある日国近さんは広島ハウスで原爆展を開いていました国近さんはこれまで何度もカンボジアを訪れています 広島ハウスで原爆展を開いて広島のことを伝えたり、現地の人と交流会を開いたりしています。カンボジアの人たちの復興の足がかりとして、広島ハウスを役立ててもらおうと考えているからです。カンボジアで活動する国近さんを突き動かしているのは、広島で過ごした子どもの頃の体験でした。 広島市です路面電車がビルやマンションが立ち並ぶ街中を縦横に走っています市の中心部にある平和公園周囲には川が流れ豊かな緑が広がります六十二年前原爆によって一度は壊滅した街が ここまでよみがえったのです。昭和20年8月6日。国近さんは、当時まだ3歳の幼い少女でした。両親と3人の姉とともに、広島市の中心部に住んでいました。 8月6日の朝、国近さんの家族は空襲に備えて田舎の親戚に荷物を預かってもらい、広島市の自宅に帰る途中でした。午前8時ごろ、汽車は広島駅に到着しました。うん その頃、広島の上空には、原爆を搭載した B-29 爆撃機エノラゲイが姿を現していました。多くの人が B-29 の機体に気づき、空を見上げていました。8時15分、エノラゲイは広島市中心部に向けて原爆を投下しました。 3歳だった国近さんは、お母さんに背負われ、広島駅の改札を出たところでした。覚えてるといえば、何とも言えない、想像今でも思い出してもわからないような大きな音がしたことしか覚えてないんですよ。大きな音がした後のこと覚えてないんです。すっごい音がしたんですよ。 それはかすかに覚えてるんですけどきっと母に丸められてたんじゃないかなと体でこう覆られてて国近さんとお姉さんに怪我はありませんでしたしかし子供をかばおうとしたお父さんとお母さんは背中に爆風と熱戦を受けました国近さん一家は 知り合いの家を目指して変わり果てた広島市内を歩き続けましたわずか三歳だった国近さんですがその時のことをはっきりと覚えています原爆後の線路がぐにゃぐにゃになったのとかその上を人が歩いているそういうところを通らなきゃ親も置いていけないから一緒に動くわけですよねあの橋を渡るときに 母も自分だけでも怖いしで私もおろおろしてるところで後ろからもう急いでるおじさんがもうパッと私を脇の下からこう抱えてタタ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 ッと,と橋を渡ってしまったんですよねその鉄橋鉄橋って枕木の間が川ですからもうそれはそれ以来高所恐怖症というか。 その飛行機に裸で乗せられたみたいな感じじゃないですか、おじいちゃんがすごい勢いで、こう待ちきれないのをイライラしながら、パーっと私を持って、ダダダダダって言って、親はまだなかなか来ないのに、そのイメージがすっごい残ってます、ね、国近さんの家族は全員無事で、郊外に一家全員で逃れました。避難した先でも 多くの無残な人の姿を見たことを覚えています。被爆して髪が縮れ、皮膚が焼けたたれて、命からがら逃げてきた人ばかりでした。原爆による一瞬の熱戦と爆風、衝撃波は、広島市内にいた多くの人や家を焼き尽くしました。原爆が投下された年だけで、およそ14万人が亡くなり、 その後も放射線の影響などで多くの命が失われました被爆後、広島の人々の暮らしは厳しい状況が続きました一瞬にしてすべてを失った人々は瓦礫となった広島の町にバラックを建て暮らし始めました 物資が不足する中、食料すら満足に手に入れることができず、原爆の後遺症に苦しみながら生活を送っていました。原爆から身を挺して国近さんを守ってくれたお父さんは、被爆直後から寝たり起きたりの状態が続きました。そして、十分な治療を受けることもなく、わずか一年後、息を引き取りました。 生前、まあ、父がね膝枕をして耳の耳掃除をしてもらって抱っこしてもらってそのイメージだけはあるんですけどね父が1年寝,てまし寝たり起きたりの状態だったのでその頃父の周りにうろうろいたのが私だったんじゃないかな。だから父の 顔とか声とかか声は全然覚えてないんですけどなんか父とはすごくくっついてたなと思うんですよ一家の主を失った国近さんの家族はお母さんと4人の姉妹だけで戦後を生きることになりました原爆から56年は瓦礫だったんですよ広島もある程度ポチポチ家はねできたけれども。 本当に親がご飯がなくても子供には「おかわりあるよ」って言いながら「実は本当におかわりって言ったらないんだけど」みたいな「分かってるからおかわりは?」って言われたら「もうお腹いっぱい」って何とも言えない「遠慮」っていうのかな「もう大丈夫よ」「もう大丈夫お腹いっぱい」っていう子供ながらにその親の気持ちを推し量ってましたよね。 一家五人の貧しし、い暮らし亡くなった父親の実家から援助を受けていたもののお米が足りずお粥になることもしょっちゅうでしたそうした暮らしの中でもお母さんはいつも優しく国近さんが学校や友達の家から帰ると必ず笑顔で「お帰り」と迎えてくれましたどんなに忙しくてもお正月やお祭りの時はありあわせの布で 娘4人の晴れ着や浴衣をこしらえてくれましたそんなお母さんが国近さんを厳しく叱ったことがありました原爆でねじねじになったコーヒーカップとかいろんなものを見てたら新中軍のトラックが来てそれが欲しいって言ってあげてたくさんチョコレートとか飴をいっぱいスカートにいっぱいもらって。 喜びいさんで家に帰ったら母がそれを全部ゴミ箱にダメって捨てたんですよね。でその時に初めて母が怒ったですね。でんでだろうってだから戦争とかっていう言葉は全然私たちの意識にはないわけですよね。この時国近さんは母が夫を奪ったアメリカに対して 憎しみの感情を持っていることを子供ながらに感じましたそうした日々を送る中国近さんの心を揺さぶる出来事が起こりました昭和27年小学5年生になった国近さんはある日突然の夕立に会いました 自宅から少し離れた友達の家に遊びに行った帰り道。雨足はどんどん強くなっていきました。友人と二人、平和大通りを東に向かって走っていると、ずぶ濡れになった二人を見かねて手招きする人がいました。戦後、広島に建てられたアメリカ文化センターの人でした。アメリカが作った建物。 お母さんにお菓子のことで叱られてからは近寄ることさえためらうようになっていましたしかし何度もどうぞと声をかけられたので雨が止むまでの少しの間ならと国近さんは恐る恐る近づいていきました アメリカ文化センターは戦後アメリカ政府が日本との交流を進める一環として全国各地に建設していました白塗りの壁に緑色の屋根洋風の建物の中には英語の本が並べられ図書館として利用されていましたセンターはアメリカからやってきた人が管理していました国近さんは その人たたちにもてなししを受けましたその時の印象が少女だった国近さんの脳裏に強く残りましたわすてきってわあってほんに素敵じゃないですか中がクロスがしてあってちっちゃいちっちゃい今で思えばデミカップに紅茶を入れて頂い,いて。 で私が作ったのよって言ってちっちゃいクッキーを2つ出していただいて今思えばそれだけだったんですが、ね、それがとっても新鮮でカルチャーショックっていうか自分たちの今までの生活にない体験だったんですね。というのはご飯ですよって言うとちゃぶ台を出してみんなで寄ってごちそうさまって言うとちゃぶ台を片付けてというような生活でしたから。 こういきなりテーブルと椅子っていう感じで「どうぞ」って言われてお客様になったその小さいのにお客様にしていただいて本棚には素敵な絵本がいっぱいあって素敵な音楽がこう流れてきててカーテンがこうゆらーっとしてて。<laughs> 私たちはだったように思うんですよねあの頃だから本当にこうドリップしててこう素敵なカーテンで「あ私もお姉さんになったらこんな家うちに住もう」ってなんかイメージ的に「あこんなとこに住めたらいいな」とか「こんな風になったらいいな」っていうのがこう視線の中視界の中に入ってきてそれっきりだったんですけど。 アメリカ文化センターでのひとときは、アメリカに対する国近さんの思いが、微妙に揺れ動く出来事になりました。この時に触れたアメリカの文化が、憧れや大きな希望となって、国近さんの心に残りました。その後、広島は急速に復興していきます。瓦礫はなくなり、道路が整備され、 あちこちに集合住宅やビルが立ち始めました。国近さんは、広島で学生時代を送りながら、着実に復興していく町の姿を目の当たりにしていました。二十七歳で結婚。二人の子供に恵まれ、日常生活に追われる中で、国近さんは被爆の記憶を思い出すことが次第に少なくなっていきました。 戦後半世紀が経とうとしていた平成六年国近さんが原爆投下間もない頃の暮らしを思い出すきっかけになる出来事がありました広島アジア大会ですアジア大会は4年に一度開かれるスポーツの祭典で 平成6年初めて広島で開かれましたしまこの大会が開かれる前内戦で荒廃したカンボジアの選手を励まそうとがんばれカンボジアプロジェクトが発足しましたこれはカンボジア選手の来日から大会開催中のサポートまで広島市民が中心となって支えていく企画です当時国近さんは PTA や地域のボランティア活動のリーダーを務めていたため、その実績を買われて、カンボジアプロジェクトのメンバーに抜擢されました。ところが、カンボジアには代表選手の選考会を開く予算すらなかったため、国近さんは急遽プノンペンに出向き、現地で行われる選考会をサポートすることになりました。 国の場所さえ知らなかったカンボジア現地に到着した国近さんの目に瓦礫の中で遊ぶ子どもたちの姿が飛び込んできましたカンボジアの子どもたちの姿に国近さんは息を呑みました幼い頃瓦礫の中で遊んでいた自分の姿が重なったのです 驚いたんですねその小学3年4年で縄跳びをしてた天派をしてた埃りにまみれた中で砂煙の中で遊んでた風景がそのままカンボジアにあったわけですよね普通そのままがなんでカンボジアにってで顔もよく似てるしね私たちともう本当私無心でカメラ撮りましたもの。 カンボジアは1970年から20年以上にわたって内戦が続き多くの国民が犠牲になりました特に1975年に発足したポルポト政権は反政府思想を持つとされる人々を次々に虐殺わずか3年8ヶ月の間に150万人の命が奪われたと言われています 内戦の間カンボジア国内には1000万戸以上の地雷が埋め込まれ今なお人々を苦しめ続けています国近さんがカンボジアを訪れたのが1994年長年続いた内戦が終わってからわずか3年後のことでした だって私はカンボジアだとすごい南の国で暑くってすごい戦争の国でもうなんか戦争って言っても私たちは戦争という実感がないんですよね小さかったからでもここに来ると戦争のまざまざしたその広島のと違う被害を感じたりだから反対に感じなかった戦争の辛さがここに来て。 実感できたとかで人間的にはうちの隣のおじ,おじちゃんにそっくりな人がカンボジアにいっぱいいて一緒ってでパンツの中にスカート入れてゴム飛びしてる格好を見たりしたら私のちっちゃい時なんですよ今しないからで「ケンパってありますでしょこう意識ありわかりますこうケンパっっておくあれだって 私たたちが知ってたんだから。何でカンボジアっていう国にそういう同じ遊びがあるのやっぱりアジアなんだってそこで私はあアジア人なんだなってすごく感じた。だってアジアっていうとさなんか日本と中国と韓国とみたいなそんなイメージしかないわけですよでアジア大会があ初めてえー、40何カ国もあったのみたいな。 でそこの中にカンボジアがあってああ私たちはアジア人なんだなだから仲間っていうのがすごい湧いてきたというか当たり前のように湧いたっていうか当たり前のように潜在意識がもう一緒なのよね。1994年10月2日。 十五日間にわたる広島アジア大会が開幕しました。十四番目の選手が来ました。カンボジアのト選手です。応援が大きいですね。マラソンのトーリティア選手です。カンボジアから来日した九人の選手のうちの一人です。リティア選手はこの時フルマラソン四回目。 内戦が終わってマラソンを始めました。この大会でリティア選手は自己記録を20分更新し、2時間49分1秒でゴール。広島の街を必死に走るリティア選手の姿に、国近さんは感動しました。実はリティア選手も内戦で父親を亡くしていました。レース後、リティアさんは原爆資料館を訪ね、 広島の被爆の惨状に衝撃を受けました当時のリティア選手のインタビューが残っています広島そしてカンボジアのことを思って平和が来ることを祈りました国近さんは原爆慰霊碑の前にひざまずき祈りを捧げるリティアさんの姿に 胸を打たたれましたいやいや原爆もすごかったけどでもやっぱり僕たちのポル・ポトの方がひどかったですって思いたいはずなのにちゃんと冷静にやっぱり原子爆弾っていうものの怖さを彼たちはもう直感的にその原子爆弾の怖さを受け止めていやー広島の方がひどいっていうことを分かってくれるってすごいなって。 広島の被爆の痛みを分かってくれるカンボジアの人たちの役に立ちたいそして内戦で荒廃した国の復興に力を尽くしたいと国近さんは強く思うようになりました。 国近さんの脳裏に幼い頃雨宿りをしたあのアメリカ文化センターがよみがえってきました戦後の苦しい生活の中で心を和ませてくれたアメリカ文化センターのような建物をカンボジアに作りたい国近さんはそう思うようになりました 国近さんは、アジア大会が終わった直後から募金を集め、建設資金を貯めようと動き始めました。カンボジア市民交流会を作り、全国に建設資金の協力を呼びかけました。また、自分たちで作ったカンボジア風カレーを販売し、10年間で500万円の資金を集めました。もう一つ、国近さんにはやることがありました。 広島ハウスを建てる場所を探すことです首都プノンペンの中心部にあるウナローム寺院です国近さんはここに広島ハウスの建設を思い立ちました寺院はカンボジアで最も安全と言われていたからです国近さんは ウナローム寺院で最も位の高い大僧城に許可を得るためカンボジアに出向きました大僧城に会った国近さんは広島の復興の歩みをカンボジアの人たちに伝えて励まし国づくりに貢献したいと強い思いを伝えましたそれに対して大僧城は広島とカンボジアは 同じ仏教の心を持った心から信頼できる市民です。平和や環境を学び合える広島ハウスができることを楽しみにしていますと言葉を返し、建設を許可してくれました。そして国近さんは、広島ハウスの設計を全く面識のなかった早稲田大学教授の石山治さんに頼みました。 建築家っていうような、堅苦しいあの肩書きじゃなくて、大工さんみたいな感じで声をかけてくださったんじゃないですかね、最初はそんなに本気で引き受けようと思ってたわけじゃないですからね、もうちょっと簡単だろうと思って、じゃあ、あお手伝いしましょうかっていうような、そんな感じだったと思いますね石山さんは、国近さんの強い思いに応え、設計を承諾し、レンガ積みの建物をデザインしました。 レンガ積みにしたのはどうしてなんでしょうか？それはやっぱりあの普通の普通の人市民。それから普通の素人ふ普通の素人って変な言い方ですけれども、あの赤ん坊はできないけど、子供でもできる作業っていうのはレンガ積みのほかはないですよね？それから、カンボジアでできるあの素材であの賄おうと思いましたから。それであの自然に。 あのレンガ積みっていうことになりましたね。はい。広島ハウスは4階建て、レンガを30万個以上使う壮大なものになりました。レンガの積み上げには多くのカンボジアの人たちが協力しました。プノンペンに住むソムモノラックさんもその一人です。ソムさんは内戦時代カンボジアを脱出し タイの難民キャンプを経由して日本へ避難しました。その後15年間過ごした日本を第二の故郷と思っています。あのやっぱ私自身もそのねあの先生は体験してますし、そういうものではやっぱり広島が一番やっぱり大変だったっていう時代はありましたが それはそういう発信の地としてはやっぱり広島が一番適していると思うんですよ。えー、まあこれがカンボジアとその広島あるいは広島をはじめとした日本との交流館みたいなものをあの作っていくということをあの聞かされてそれまあその中に自分たちも入れるんだったらあのぜひやらせてくださいということなんですよね。ね結局こ,のこれ平和のシンボルとか で結局あの、そういう体験をした人たちじゃないと、あの語れないですよね大勢の人たちが広島ハウスの建設に手を貸してくれた一方で、資金は思うように集まらず、何度もとんざしかけたことがありましたしかししたか国近さんんは決して諦めませんでした。 ボランティアってこう自分と向き合う自分の嫌なところも見るわけでしょ力のなさとか、うん、本気なのって自分に問いただしてみたりとかこう広島ハウスだってどんどんできる時はいいけど停滞してたりするとなるべく考えまいとする時だってあるわけですよ。西川さんでもなんでそんなにこう突き進んでいくんですか突き進む 何なんですかね突き進んでる気持ちはないんですけどやっぱり自分見つけがしたいいんじゃないですかね自分を追い詰めることによってなんか生きてる実感を味わってるんじゃない反対にひょっとしたら。だけどおかげさまで見つめさせてもらってきたですよね 13年間皆さんの動きを広島ハウスの建設は、カンボジアで活動する外国の NGO 団体や、日本の大学などの関心を集め、最終的に世界20か国以上、およそ2000人の人がレンガの積み上げに協力しました。本当に 去年11月23日建設を始めてから13年の歳月をかけて広島ハウスが完成しました完成パーティーには寺院の大草城をはじめ建設に関わった地元や広島の人たちなどおよそ100人が集まりました広島ハウスの2階のホールには縦3メートル 横12メートルくらいの大きな壁画が展示されています国近さんの思いに賛同した広島市の芸術家の女性が描き上げましたカンボジアのアンコールワットや広島の街並みが印象的に描かれた大作です両国の友好と平和への願いが絵に込められています この絵を描いた人は、ここであ、心のレンガをね、神様を作っていくのに、ここにゾウさんがいるんですってゾウさん描いたんですよ。これを描くのに、カイさん見てた。国近さんが壁画の説明をカンボジアの日本語学校の生徒たちにしています。カンボジアは教師、芸術家、医師など多くの知識階級が、 ポルポト政権によって殺されてしまいました一度カンボジアの文化の継承が断たれてしまったのです現在も経済の復興が優先され文化の発展はなかなか進みません国近さんは芸術・文化の振興にも役立ちたいと考えていますそして3階の展示室では 原爆展が開かれました被爆直後から現代まで被害の様子と復興の様子をたどることができるポスター50枚が展示されました今回国近さんの来訪を知って広島アジア大会に出場したマラソンのトーリティア選手が駆けつけましたおこんにち そうででですすすすか最近忙ししいいんですよよ出張もも多アアジア大会のこと覚えてます覚ええててまま忘れるわけないじゃないですか。 広島ハウスから招待されたらどんなに忙しくても駆けつけますよリティアさんは広島アジア大会の後アトランタとシドリンオリンピックの男子マラソンに出場しました現在は国立スポーツ選手育成センターの講師を務め270人の生徒にマラソンはもちろん サッカーやバレーボールも指導しています今回、広島ハウスの原爆店で13年ぶりに広島の被爆の写真を見ました広島で原爆資料館に行ってみた時ときと今、広島ハウスで見た写真の印象は本当に変わらないですね 広島で多くの方が犠牲になったこととポル・ポトのせいで多くの人が虐殺されたことは違いはないと思うんですだからこそ広島ハウスは平和のシンボルになるんだと思うんです広島ハウスには少しずつカンボジアの人が訪れるようになりましたその中にはこんな悩みや要望を寄せる若者がいます 今一番大変だなと思うことはポル・ポトの時代に知識階級を含めてたくさんの人が殺されてしまいましたそれによって今も人材不足が続いていることです例えばエンジニアですかね本当に人材が足りなくて。 カンボジアは地下や海底に資源があるんですけど、有効に利用して国の発展につなげることができないんです。日本語を勉強できるところ、職業訓練校になってほしいです。日本語を勉強しても行かせません。 プノンペンでは45年勉強しても仕事が見つからないんですよ。仕事を与える場所にぜひなってほしいですねカンボジアは政権が安定したここ10年急速に復興が進んでいます。 アメリカ、中国、日本、韓国などの企業が進出し始めています首都プノンペン市内には20もの日本語学校があり外資系企業への就職を希望する現地の人たちで溢れていますプノンペンに広島ハウスっていう私たちのボランティアセンターができましたそれで 今日は喜んで皆さんに会えるのを楽しみにやってきましたこれから仲良くしてくださいよろしくお願いいたします国近さんはフノンペンを訪れるたびに現地の日本語学校を訪れ交流を深めています国近さんは今後広島ハウスでも日本語教室を開き 貧ししいいい人たたちでも通ええるようにしたいと考えていますだから私に関われることは何かそういうキーステーションじゃないけどそういうものが建てれてそこにまあ訪れる方たちが自分のイメージの中であ広島ってこんなふうな復興の仕方をしてそれにはやっぱり国民が 広島の人たちが何らかの形で一人一人が頑張ってじゃあ頑張るってどういうことなんだろうとかそういうことを具体的に知ろうと思ってくだされば伝えることができるかな私の学生時代はこうだったのよ。 生活はこんな風なのよあの医療的にはこうなのよあの頃で伝染病待っちゃいけないから衛生習慣はこんなふうにして学んだのよ白らもいたのよお風呂に入る習慣もその頃から本当大切に思ってたのよとかまあいろいろあるじゃないですか子どもたちのことお金のこと着るもののこと食べるものでそういうのも本当にカンボジア私たちのその頃とあまり 差がなないのでで同じレベルで考え合えるなとだからアドバイスというほどのおこがましいもんではなくて、一緒に考えれるっていうのがあったから、相談に乗られても、何かか答えてあげれるかなカンボジアについては、最近になって、広島県も支援に乗り出し始めています。 かつて町が壊滅した広島の復興の経験を、海外の援助に役立てることができればと、平成17年から医療や教育支援などを3か年計画で進めています。13年の歳月をかけて完成した広島ハウス。 ここで国近さんが伝え始めた広島の復興の歩みはカンボジアの人たちの将来の希望へとつながっています原爆って伝えるときにそのその言葉には言い表せない目を覆いたくなるような残酷なことがいっぱいあるわけですよねそれは写真とか記録とかでいっぱい伝えるものあるから そそれはううういいいいものを使ってて伝えていけばいいと思うんだけどだから広島ハウスに来てくださる方がカンボジアの人の立場と思いで一生懸命自分たち流に広島ハウスを活用してくださってその中でカンボジアの人がこんな風になりたいこんな風にしたいこんなコメントいただきたいこんなアドバイスがあっておっしゃってくださった時に。 応えれるような私たちでありたいし一緒に過ごすことができる私たちがカンボジアにこれだけ惹かれてるっていうことはもちろんカンボジアの人も同じことを思ってくれてるわけですから共に生きていきたいそういう願いと思いでいっぱいなんですけど原爆の日ラジオ特集 広島の復興の歩みを伝えたいカンボジア広島ハウス広島放送局武藤智樹がお伝えしました